さあ出ましたね、ワールドシャウラでございます。 1652R、 あれ青じゃない、赤でございます。赤シャウラですよね。さらに、1703と、そうですね、1704、1754、これが全部ね青モデルから赤モデルに変更になりましたね。どう変わったか、軽い、マージ軽い、スピニングも出ました。ほら 2631FF、 これも軽くて感度がいい。しかも見てトルザイトね、ちなみに一般的なトルザイトリングというのは、あの KR と言われるこの足高ガイド使ってるのね。これスッとくると K ガイド、これ K が、これ KR、 これ K ね、つまりこれミックスされてる。でこれはワールドシャウラのためだけに K ガイドのトルザイトにしてるね。まあ、このシステムを使うことによってすげえと、誰がテストしたの、俺よね、富士工業も気がつかなかったことを俺がやってますね。新製品出ました、皆様お待ちかねの万能ロットでございます。 2650FF、 どういう竿かっていうとね、ここに書いてあるやつは 2g から 8g って書いたんだけど、まあ無視してよ、まあ、基本的に16分の1オスぐらいのちっちゃなジグヘッドから始まりまして、2分の1オスクラスの超重たいやつね、そこに5インチのワームつけてフルキャストができる、ね、ちょっとね課長に手伝ってもらいましょう。はい、課長こっち来ます。はい、ここ持ちます、ギュッと持ってます。はい、全体的に引いてください。持ってます、ずっとずっとずっと、はい、僕の方を取ってくる、いいですか。この竿がこんな竿です、こんな竿にもかかわらずこっから全体が曲がりますよ、いいですか。ほらほらほら、こういう竿、ティップアクションなんだけども、魚がかかるとこういう風に入ってるっていう、こういう竿なのね。つまりバレない。あとはあなたが顔だけです。よろしく。